「ぼくだってこの場所にいたくない」「誰も僕の言葉を聞いてくれないからこの場所で」 静かに目を閉じて感じていた空気感 まさか、君は、トロフィーを手に入れるために、ここで油を売っていたとでも言うのか私は、う <laughs> 何と言えばいいのやら。というより、私にはトロフィーにこだわるプレイヤーの心理が全くわからない。君は、まさか伝説のトロコンマスターなのか 未獲得のトロフィーを見ると興奮して発作を抑えられなくなるというあの。うん。試してみようか。はあ。やはりな。もう一度やってみるか。やはりトロフィーが目的か。 <笑><笑>よし、わかった。君はもうこれからの物語に興味がないのだろうそう。君が欲しいのはトロフィー、トロフィー、そしてトロフィー。それだけだこれから私が君に何をさせるかなんて、興味がないユダを倒すなんてどうでもいい。トロフィーさえ手に入れば <laughs> 楽しいかそうやってゲームをプレイして楽しいのかトロフィーをコンプリートするためだけに制作者が血と汗で作り上げたゲームを適当にプレイする。そうなんだろうそんな風にゲームをプレイして楽しいか他人から、トロコンスケ神てるーなんて言われるためだけにゲームをしているのか 私の言葉なんてもうどうでもいいんだろうどうしようもない。トロフィーにしか目がないんだからな。いや、あるいは、君には刺激が足りないのかさあ消えろ。消えてしまえ。トロフィーの呪いが解かれれば、きっと君も真の目的を果たしてくれるはずだ。私がこのモンスターたちの設定やアニメーションを制作するのに、どれだけ時間をかけたか分かっているのか それに引き換え君は貴重な時間を全てトロフィーコンプに費やそうとしている。それならもっと適当で簡単なゲームでよかった。戦闘ストーリーくそくらえど待ってろよ私の復讐は始まったばかりだいいか